私は小日向虹花。大人っぽく見られちゃうけど、まだ小学6年生。あれ見て、トウヤくんのポスター。デビューしたばかりなのにすっごいよね、一ノ瀬トウヤくん。たちまち超人気俳優だもん。トウヤくんって14歳なんだって。あんなお兄ちゃんがいたらな、トウヤくんみたいな王子様と一緒に暮らしてみたい。みんな分かってないな。おかえり、にじか。ただいま。トウヤくん、北海道から出てきてパパの芸能プロダクションに所属してるの。実はトウヤくんはうちに同居してるんだよね。でもみんなには言えない。さあにじか、今日こそは食べてもらうぞ。にじかの好き嫌いがなくなるように、俺が腕によりをかけて作ったピーマン料理。ピーマン食えねえなんて、やっぱまだまだ子供だな。うわー、悔しい。食べればいいんでしょ。たぶん、トウヤくんは絶対王子様なんかじゃないから。ただいま。パパ、悪いね、トウヤくん、食事の支度まで。いえ、料理をするのは好きですから。それに、社長の家に置いていただいてるんですから、これくらい。こんばんは、情報カフェの時間です。もうすぐ新人女優を発掘するオーディション第2の藤宮沙織を探せが開催されます。このオーディション、パパの事務所も協賛してるんだよ。藤宮沙織さんは5歳で子役デビューしてから多くのテレビドラマや映画に出演しましたが、16歳で引退。その後若くして亡くなりました。応募条件は16歳以上の女子であること。テレビの前の16歳。だから残念ながら、にじかは応募できないけどね。私、芸能界には興味ないから。ごちそうさま。なんだよ、にじかのやつ。にじかは芸能界を避けてるからね。え？カービー？小さい頃は、ママみたいな女優になりたいと思って、いろんなことを習ってた。にじか、女優さんは演技で、みんなの心を動かして、幸せにできる素敵なお仕事なのよ。うん！にじか、大きくなったら女優さんになって、ママと共演する！その夢はもう叶わない。だから、もう女優を目指すなんて意味がないと思ってた。カピ？でも、ママが大好きだった女優という仕事、ママの分まで私頑張りたい。みんな大人っぽい。書類審査ではなんとかごまかせたみたいだけど、私16歳に見えるかな。ママの名前がついたオーディション、私やっぱり受かりたい。それでは、書類審査に残った10名には、この舞台で実際にお芝居をしていただきます。そして、相手役を務めてくれるのは、人気上昇中の俳優、一ノ瀬トウヤくん。相手役がトウヤくん？ドキドキしちゃう。トウヤくん？候補者の皆さんには、大富豪のお嬢様、さや役を、トウヤくんには、お嬢様の執事、蓮役を演じてもらいます。二人は身分違いの恋をしているという設定です。許されないからこそ燃える、そんな恋心を表現してもらいます。お嬢様役なんて私できない。しかもトウヤくんと恋人。セリフはモニターに表示されます。それでは一番の方からステージに上がってください。次は10番小日向にじかさん。え、にじか？にじか、応募してたのか。どんな演技すればいいの？にじか、とにかくセリフを読め。そうだよね、とにかく始めないと。レイさんは、
がお嬢様よ。セリフは棒読みだし。どうしよう、大失敗。お嬢様、許されるなら今すぐあなたの手を取って全てを奪ってしまいたい。素敵。桃矢くん、すごい。蓮になりきってみんなを演技に引き込んでる。しっかりしろ、ニジカ。私にもできるはず。私はママの娘なんだから。私は今、小日向ニジカじゃない。サヤ。あの子、急にお嬢様オーラ出た気がするんだけど。小さい時に女優になるためにやった習い事の一つ。まだ腕が覚えてるかな。と一緒にどこまでもついていきたい。なんかあの子演技じゃないみたい。うん、サヤの表情すごく切なくなっちゃう。サヤ。そんなサヤだから好きになったんだ。素敵。トウヤくん、後気味で演技つけただけだったのか。トウヤくん絶対私のことからかってる。でもさすがだな。一気にドラマの雰囲気を変えてみんなを飽きさせない。なんだか私も演じることがすっごく楽しい。ニジカ、危ない。危なかった。すごい。何、今のは演出？でもあんなお嬢様いないよね。どうしよう、私お嬢様の役ってこと。一体どうしたら。あー、嫌ですわ。私ったらついつい新体操日本一の実力が出てしまいましたわ。レンにも危ないことは止められているのに。アクシデントがあったにもかかわらず堂々と演技を続けてる。そう、私は今サヤ、大好きな人がいて精一杯恋をしている。その気持ちをみんなにも伝えたい。レン、私もレンが好き。サヤ、おいで。私今嬉しくて楽しくて胸がドキドキして、演じるのがすごく楽しい。私の演技でみんながこんなに喜んでくれるなんて。ママの言葉今ならすごくわかる。私ママと同じ女優になりたい。もっともっと演技がしたい。それでは審査結果を発表します。見事オーディションに合格したのは満場一致で10番小日向虹香さん。おめでとう。ありがとう。でもどうする気だ。16歳だってごまかして応募したんだろ。これから虹香はずっと16歳のふりしなきゃいけないんだぞ。そうだった。おはよう。分かってるよ。ニジカがまだ12歳の小学生だってことは誰にも言わないよ。約束する。秘密は守るから。みんなだから頑張って。うん。おめでとうニジカ。
自分で決めたことだ。頑張りなさい。早速 CM の仕事が来たよ。パパもみんなも応援してくれてるんだ。頑張らなきゃ。わあ、綺麗な虹。私はキラキラ輝くあの虹みたいに夢を叶えるんだ。闇を恐れ光を隠し、今はダメだと